ハウチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はダウンロードコンテンツのキャラクター全15名の強さランキングをやっていきます。まだ第6弾の3名が出てないんですけども、今のところ出てる15名のランキングですね。全キャラクターを細かく説明していくとちょっと時間がかかりすぎちゃいますので、1位から3位を説明します。残りはさらっといきますね。それではダウンロードコンテンツ15体のキャラクター強さランキング第15位、最下位は歌です。すいません、使い方がわかりません。14位はジャッジ、新スキルの有頂天をつけるとちょっと強くなるか。13位金エモン、弱くはないんですけどもやっぱりテクニックタイプ。12位新キャラのコビー、ルッチをちょっと強くした感じ。11位はキラー、もうちょっと火力が欲しかった。10位ドレーク、フォルムチェンジは強いんですけども通常状態がいまいちかな。第9位ウルージー、強いってのは分かってるけどもちょっと使いにくい。8位大きく、氷属性っていうのがいいですね。そして7位がルフィ、フォルムチェンジが有頂天で強くなるかどうか。6位クラッカー、無敵技がありますね。5位はヤマト、通常状態もフォルムチェンジも強い。4位はおでん、やっぱりパワータイプはいいね。それでは第3位スムージーですね。ダウンロードコンテンツ第1弾の一番最初のキャラクターとなります。当初はそんなに強いと思わなかったんですけども、コメントで教えてもらって使ったところむちゃくちゃ強かった。パワータイプなので攻撃力は高いのはもちろん、攻撃範囲がとにかく広いんですよね。通常のカイドウの次、まあ、全キャラの中で2番目に攻撃範囲は広いのではないでしょうか。とにかく使いやすいんですよスムージー。それでは第2位、第2位は鬼ヶ島決戦カイドウですね。通常カイドウに比べると全然弱いんですけども、あれがぶっ壊れすぎてるだけでこっちも全然強いですよね。攻撃速度が速いし、さらにスピードタイプなのに攻撃タイプぐらい攻撃力がある。このキャラクターにドラゴンフォルムのフォルムチェンジがついてればマジで最強だったんですけども、悔やまれるとこですね。でも全然強いですよ第2位。それではダウンロードコンテンツ全15キャラの中で一番強いキャラクターはこちら、シャンクスですね。通常のシャンクスは覇気を貯めるのがちょっと難しかったんですけども、こっちのシャンクスは覇気を貯めるのが楽、そして維持しておくのも全然楽勝なのですごく使いやすいですよね。バーストして通常攻撃してるだけで、まあどのキャラにも全然楽勝で勝てるっていうのも、いいところだし、チャージ攻撃に外れがない、どのチャージ攻撃も強いのでもう使ってて気持ちいいんですよね。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツキャラ全15キャラの強さランキングをやってみました。第6弾の3キャラがまだ出てないんですけども、そっちのキャラはどうなるんでしょうか。まだ誰が出るかは分かんないんですけども、どうでしょうね、ロジャーは出るのか、そこはちょっと分かんないですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。